これはキャノンの R6M2 か α7R5 のどちらかで撮影しました。この写真のすごいところはですね、この目の中を見るとお分かりの通り、ブロンカラーのパラ220という巨大な傘型のライト、その真ん中にですね、もう一個直接人物にライトを打っているペンがあります。そうすることによって、明るいところから暗いところまでのグラデーションがあると滑らかな表現になるので、人物や商品がとてもリッチに見えます。そうすることによって、年齢問わず多くの方々にこの写真を見た時にハイボールを飲みたいなと思っていただくために、伊賀遥さんが持っている大人の女性の品のあるイメージを伝えるために、滑らかな影、体調の表現が必要だったと言えます。なぜそんなに詳しいというかというと、私